ございます。樽尾沢キャンプ場、また紅葉が綺麗だったらいいんですけどね。行きたいと思います。紅葉が結構進んでいい感じだね。伊北インター降ります。よいしょ。2800円、2800円だけどツーリングプランで来たから、今日と明日高速道路どこで乗り降りしても3900円です。予定では。紅葉綺麗、ちょうどいい感じかな。着いた。もみじ綺麗、いい感じ。結構テント張ってる人いる。いるんだ。あ、でも手前だけかな。奥側はテント張ってないかな。一組だけ。相変わらずここはデロデロだ。去年もデロデロだったけどな。湧き水なのかな。ずっとあそこだけはびしょびしょだね。よいしょ。開いてた。寒い。設営終わりました。紅葉バッチリです。ここら辺は高遠城址公園で紅葉狩りをして、食材の買い物と水の調達です。これ城址公園、城址公園、ああ。もみじ祭りの上りがあるね。一応あれ入場料とか取るの？取らないよね。いや、そんなの書いてなかった。そして牧屋さん到着です。
お乾燥したやつ1500円。いいじゃん。うんです。プリ行かなきゃ。ヒノキはほら針葉樹だから。なんだ。水質検査してますもん。水質検査結果報告書。ねえ、飲み干すままのため息は忘れられない水の味だった。そうなんだよ。最高じゃないですか、この水。沸かしてしまうのは逆にもったいないという。どうする。水質検査もちゃんとしてるよ。覚えておいてください。最高じゃん。いいじゃん。あんなちゃんと看板があるぐらいだとさ、美味しく感じるね。美味しそうに。新名水。いや、びっくり。おはようございます。おはようございます。自慢の自慢のやつよ。自慢のグアポのグアポテーブルだね。あれどうだったっけ、これ。それが安いやつだとその補強がついてないって言ってたね。なるほど。なるほど。いいやつだ。なるほど。おお。骨組みができてしまえば早いもんだね。どうしてる？あとは小物つけるだけ。それはそれでついてたの？最初から。そうだよ。うん。ゴミ袋とかぶる下げられるとか。コヘル。コヘルかけ。ぶる下げてね。洗って。はいはい。多分。ああ、それはオプションじゃなくて最初からついてるんだ。これはオプション。こっち。この棒？これはオプション。これオプションなの？別口でいくらぐらい？プラス1000円ぐらい。忘れたね。知りたい人がいたらどうする？ネットでしょ。そうじゃないでしょ。いやこれ反対。違う、反対なの。そう。だってこれあんじゃん。あ、そうだよね。それは本当は、本当はこれあれだよね。こうやってやるやつだよね。あれ、これどうしたんだっけ。あれでもこれ用だよね。こうやってやるやつだよね。セリア。あ、これここ通らないから。ああ通らない。あ、通るのか、ちゃんとやれば。違う。くるくるってやってみて。くるくる。これセリアかな。あ、そう。セリアのやつかな。こう頑張れ。知恵の輪だね。反対だ。逆さまにつけちゃった。逆さまなの。だから下から差し込めばいいんだよね。セリだな。でもいらないよ。でもこれはあるから。おお、でもこう なんつうの。ダイソーだ。こっちにはこっちの何かをぶる下げ。ここでいいや。せっかくあるからね。無意味だと思うけど。オッケー。完璧。
はい、こちら、はい、スカートがあっていいねこれはね、うん、完成？ん？あとは物入れるだけ？そう、完璧じゃないですか。これで雨降ってももう部屋マット入れます。ああそういうこと。寝袋膨らませます。以上。ああ。寝袋はいつもの南岸のやつですか。ちょっと雨が降ってきたけど、山にもガスがかかってきたけど、いい感じだね。こっちのタープの上には枯葉が結構落ちちゃってるけど、これで今凝った木やってるんで。おはようございます。最悪、あ、最悪もう一人ね、あ、なんか寒ければ一緒に入れるんで、話したんだね、フィールドアの話。 あれこれフィールドアなの？そうだよ、そうです、そうです。あ、本当だ。噂をしてたら本当だ。ただ今ワックってやつでも、あ、あれでもソロか、2人ぐらいで入りたいんですよ。そう、あ、ソロで今あのワックってやつが出たんですよ、日本のメーカーのやつが。それもっとちっちゃくて、そこももっと跳ね上げてこうタープみたいにできるやつがあって、あれだとソロだとちょうどこれでもスカートとかついてるし。そうですね、冬はいいよね。やっぱあれ、あの穴も、穴はあれか、後ろにこうチャックがある。あ、チャックがあって、はい、あ、なるほど。これが、でも今2万ちょっとですね、2万3000とか。ちょっと人気があるとすぐ、そうですね、売り切れとかになっちゃうんだよね。そう、高くなって、ね、そう、冬になると多分値段ありますね、PC とかのコットンが。こういうのってそうでしたっけ。そう、値段がなんで上がるのかやっぱ人気がある。いや、火力もいい感じになってるの、ちょうど。じゃあトライ。映え。ああ。かっこいいじゃん、なんか。かっこいい。なんか。かっこいいよね。かっこいいよね。かっこいい。なんかワイルド、ワイルド。木で。網に乗っけないで木で乗っけるっていいね。かっこいいじゃん。いや、なんかできる人みたいな感じ。できる人たち。OK ですよ。いけすか。ありがとうございます。ヒロシみたいで。ああ。いや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 。
広島以上ですよ。キャブヘイみたい。うまそう。キャブヘイ面白いね。キャブヘイ面白い。もみじがいい感じですね。一応ここが水場なんだけど、飲料用ではないためこのままでは飲めませんって書いてありますね。手洗ったり食器洗ったりするだけのもの。おはようさん。天気良くなりました。味ないかもしれない。そうなの？分かんない。プレーン味だけど、じゃあ好みに合わせてバターつけたり。いや多分その食うやつだと思うけど、安曇野で作ってる。こっちに表面ちょっと。ああ、それね。はい。お子様の、あの、おやつ。それでも俺の自慢のパン、食う、切って、焼くこれぞパン。あなたのせいで出費したやつ。これで焼いたら結構美味しいと思うよ。ねえ。で、バターとかあればさ。綺麗にやって。バターとかあれば。ありがとう。ああ、甘いコーヒーか。甘いコーヒーじゃない。いただきます。ベチョッとした、うん、表面がベチャッとした。やっぱりそんなに子供のおやつだね。そんなにだね。売れてるらしいよ。いや、これからはこの貼り方にするって言ってるから。そうだよ。意地でも。じゃあ次も絶対これだよな。そうだよ。あえてこういう風に貼って、こういう失敗も。だってさ、外面良くても内面悪いとダメじゃん。内側に名前が入ってないところと天幕。ああ、天幕だ、いいなってなる。あ、こういう感じに、ね、こっちから見えるように。向こうに天幕って書いてあったって。これは表裏関係ねえから。ただの自慢だろ。たまたまそうなっただけだから。タープの、あれが、ロゴがやっぱり外なんだろうな、普通は。違うもん、あれ。ちゃ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 。なんでそこで反論できるのよ。何それ。何が違うのかが知りたい。何を、あ、それをここに、あ、そういうランタンとか電気を。そうブルース。そういうことだから。わかる？こういう風にするためにあえてやってるわけ。なるほど。そうだ、上から光が来る。ああ、なるほど。唯一の唯一の言い訳だ。
でも大体これ、でもああいう風に使うんだったらいいかもしれないね。でしょ、うん、だってあれしか方法ないもんね、ぶる下げるためには。いや、ポールに立てないじゃん。あ、手前っかは？ポールにつけない、まあ、手前のポールにつけるっていうのは普通だけど、上からこう明かりが来るから、上からぶる下げたい場合はあれしかない、ね、そうそうそう。でもテーブルにランタンの棒ある、あれは用ですよ。あ、そうだね、ここにもあるね、確かに。ああ、ランタン、俺の自慢のテーブル、行きますか。俺ちょっとあれ取ってくる。うわ、日陰寒い。上着着てくればよかった。いいじゃん、超いいよ。いいね。俺歩いちゃっていい？向こうの方がほら日当たってるから、向こう行けばね。
がトイレです。8月21日熊が出没しました。気をつけないとね、熊も最近多いから。こっちが隣のサイトの水場です。やっぱりこっちもこのままでは飲めませんって書いてあるね。太陽眩しい。撤収だ。早いなみんな。ね、好き気味になってるね、いつの間にか。すげーくね、すげーベストじゃないですか。なんか頂上、頂上制覇した、制覇した男。しかも超気合ったね。こいつ分かってるよね。でもこれ俺と同じだ。うん、みんなこう言ったらね。でもこう真ん中、これでまあぼちぼちなのか、やっぱり向こうもこっちも一緒か。日当たり最高じゃないか、向こうは。ね、うん、普段シーズンじゃない時来ればガラガラだと思うけど。日当たりがいいね。覚えておきましょう。エアベッドみたい。すげえな。すげえなこれ。これバップテントのでかいようなやつ。バップテントのでかいの。バップテント。バップテント。あなたのテント。階段が急だな。またこれ。さすがにこっちの下ではテント張ってる人があんまりいません。
っこいいから。また会うかもしれないから。どうか。また会うかもしれない、うん。どっか旅先で会うかもしれないから。とっとこ。ゆっくり走る北海道いいな、あのシール。売ってた。北海道のどこでしたっけ。どっかの道の駅で買ったんですけど。あ、売ってたんだ。はい。見る？俺が真面目に見てないってことだな。あ、あの30年前にあった。本当かね。30年も行ってない。いや、戻り、僕は向こう行きますよ。あ、じゃあ気をつけて帰ってください。はい、足止めしちゃってごめんなさい。はい、じゃあ気をつけて、本当に。はい。ありがとうございます。あれ今